もこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。Yes. はい、今週はジャンプワンピースが休載でございます。寂しいですが、はい、やはりですね、最新はエクエット編今ね、熱い状況になってますから、そのあたり3人でね話していければと思います。はい。でも今週はね、もちろんジャンプ休載なんですけど、ネットフリックス始まりますから。ああそうだね、そうよ、うん、で一番くじもワンピカードももう発売あったりだとか、とにかくヤバヤバな週ですからね、うん、もう楽しんでいければと思いますんで、ぜひ最後まで見ていってください。それでいきましょう、お願いします。はい、ぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いします。毎週ワンピースのトーク動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、そしたらこの動画は最新話1090話までのねネタバレがありますので、アニメ運び行かなかった方お気をつけください。ほんじゃいきましょう。はい、はい、はい、1090話ちょっとまあおさらいしましょうかね。最初にね、1090話キザルトで、まあルフィたちがヨークをまあ拉致してというか、人質に立てこもってる状況になってるよと、うん、で五老星たちがそれを聞いて守るべきものは3つ、ヨークの身柄、そしてパンクレコード、うん、そしてパワープラント、うん、これを守るべきだよと言って、人間の命など虫だと思えと言っております。サタン世激ヤバ発言、最悪ですね。大炎上します、こんなことツイートしたら。コンプラ全然気にしないです、この人はね、うん、で言って、でまあ無限の一味たちはみんな無事であった、うん、ただ一応重傷者がね4人いるよということとかも情報が出てます、うん、ルッチの口からね。でその後人質だったサイファーポールたちをまあ飯をあげてね、なんとか生かしてはあるんだけど、一応人質の状態にしてあって、うん、でセラフィムたちは確保済み、バブルシールドで確保していたよと。でなんとハンコック型のセラフィム S スネークさんはルフィに恋をしていて、うん、それで石化を解いてくれていました、うん。でそんな中フロンティアドームを解除しなきゃいけない、だけどヨークが暗証コードをかけていて解除はできない、うん、じゃあどうするって言ってベガパンクたちが頑張ってそれはコードを解いている状況、うん、そんな中で次の麦わらの一味の向かう島、うん、まさかのエルバフ説濃厚になってきましたよ、ね、ついにね、うん、で、まあ、この島から脱出する方法としてはベガフォース1に乗ってで途中まで出て、うん、ベガフォース1はエクエットの気候空域を出てしまうと飛べなくなっちゃうんで、そっからサニー号のクードバーストでドーンと1キロ飛んでいこうぜという作戦ですね。でじゃあその作戦を実行していこうってなった時に、もう海軍が動き出しました、うん、でキザルが向かえばいいだろうと、うん、サタン星に言われて、なんと光なのでフロンティアドームに入れちゃうよ、だからお前行けよって言われたんだけど、うん、立ち塞がる男の覚悟を潰しやこっちも格好つきません、筋ぐらい通させてください、いいねここは。でちょっとね、うん、仁義を通すというか、友人の顔を立てるこのセリフをねキザルが言ってるんですよね、そこがまずちょっと意外だったなっていうところがありましたね、うんうん、で海軍たちはもうどんどん攻め込もうとしています。六式使いはもう戦闘始まったらもう島へ入れとか、うん、であとこの人たちはこうしようこうしようっていうね作戦ももう海軍の中でも統制立てられて動いてくるよという時に、ついにキザルが、うん、やたの鏡ピカパパパパパパパ来たかおじぎ、うん、行くよ戦闘丸くん、ワイノガード世界中よ、戦闘丸 VS キザルスタート、うん、いよいよ戦いが始まってきた、うん、という段階でございます、うん、いやいやいや、エクエットが始まってまいりましたよ、すごいですね、ねえ、もうまず無事に脱出できるのかどうか問題もまずあるし、うん、そもそもだってキザル来てんのにこれ無事に脱出これできなくねっていうところもあるしね、今回はさすがに戦いそうですかね。いやキザルとね、うん、確かにね、いや多分だけどキザルと戦っちゃったら、うん、もう脱出できないと思うんですよ、倒すまで。要はキザルって光なんで、うん、もうピュンって別に1キロ先だろうがピュンって一瞬で来れるじゃん、うん、だからキザルを誰かしらが止めてなきゃ、うん、多分脱出できないと思うんですよね、うん、いやいや高橋さん、戦闘まで止めるに決まってるでしょ。いやいや、戦闘丸のそんな推しキャラだったっけあなた。戦闘丸推しキャラな感じだったけど、戦闘丸が勝って おしまいですよ、うん、キザルは。確かに足柄どっこい、うわー、止めといたぞって言って、まあ、うん、よかった
ありがとうって言って、まあ、出るんだと思ってます、ね、いや一件落着じゃないんだよ。 でもリアルに戦闘丸が頑張って止めるしかないと思う。だからボロボロになりながらもその戦闘丸が止めるか、うん、だからキザルが情けかけてんだよね今回って。もう一発目これ普通に宣言しないで別に不意打ちできるわけよ、うん、戦闘丸に対して、うん、でもわざわざ行くよ戦闘丸くんって言って正面からぶつかりに行ってんだよね、うん、だから戦闘丸がちゃんとガードできるように言ってんのよ、うん、まず一発目戦い始めましょうぜの一発目をこう打ってるわけ、うん、だからやっぱこの男と男の戦いにキザルは持ち込んでるわけだよねしっかり。やっぱり不意打ちでさ光の速度で蹴られたことあるかいって横からバーンって蹴ってもいいわけじゃん、まあ、やってるかもしれないけどね、もしかしたらこの次の実はね、実は不意打ち2発目から不意打ちしてる可能性ある、可能性あるからね1発目だけ神器通して、うん、あとはずっと不意打ち、うん、やだなそんな光の速度で不意打ちされ続けたらまあだからそんなキザルがだからまあ情けをかけるというか戦闘丸に合わせて、まあ、立場を守った上で戦闘丸と戦って結果友人の顔も立ててっていうそういう選択を取る可能性あるよね、うん、キザルは別に勝とうと思えば多分戦闘丸さすがに勝てると思うんですよ。やっぱ大将だし、うんね、実力はやっぱ上ですから絶対、うん、だから多分普通に勝とうと思えば勝てるんだけど勝たずに、いやまああのドレスローザの藤虎みたいなね、うん、ドレスローザの藤虎も別にルフィとローを捕まえて終わりってできたんだけど、うん、じゃなくてやっぱドレスローザに対するその贖罪というか海軍とか政府がやってしまったことを海軍がそれを解決したんじゃもうそれはなんか違うやろっていうことで、うん、結果的に海賊に海賊を討ち取らせて最後土下座するっていうね、うん、尻は全部自分で拭いたっていう、うん、だからまあキザルもそういう動き方になれば、うん、まあキザルは来ないし戦闘丸の顔も立つし、うん、なんとか脱出はできるよね、うんうん、でもそうそう一人ぐらい大将対戦があってもねいい気もするよね。いやーここでキザル倒しちゃう、キザ強いですからね、いや強いよピカピカだよだって、うん、まあね光やしな大将の中でもやっぱ相当強いしね、強いねからね、うん、誰か置いてくのかな麦わらの一味一人をちょっとやだなそれそれ結構ショックだけどな、誰ジンベジンベ後からジンベ置いてくなよ、うん、ジンベそんな毎回後から来ないの、戦闘前の送別会やってたって言って送別会するなよなんで戦闘前の送別会やんのキザルね倒せるのってベックマンしかいないからさ、そうここでちょうどエルバフからね戻ってきてる可能性あるからね、ベックシャンクスたち多分出てるよねエルバフもう出てると思う、さすがに近いんだろうから、いやベックマン来ないでしょ、赤髪海賊団来たらだいぶね、うん、ちょっと楽すぎるなって感じしちゃうけどな、そうね、最後でもルフィがこの強いやつ来たみたいなさ、はいはい、うん、はい、言ってたね、これ誰か来たら強いのか、別の人とかねいるとかもワンピース結構ありそうじゃないですか、なんかあーなるほどね、うん、なんかありそうじゃない、そういうミスリードというかさ、はい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 、まあ多分だけど傷あるな気がするけどねここね、まあ、光がみたいなね隣で言ってるから、うん、そうそう、うん、下から光って言ってるし、うん、でまあ多分この何ルフィがキザルにビビったっていうよりは、うん、そのキザルがいやまあ何自分たちの仲間もいるから、うん、仲間に対する被害を考えた時のビビりな気はするよね、うん、ルフィは差しでやったらねまあ確かに結構全然太刀打ちっていうか、まあ、カイドウも倒してるから、うん、勝てるね可能性もあるけど、ただやっぱその守るべきいやベガバンクとかもねちょっと守んなきゃいけないから、うん、そういう時にやっぱこういう強い存在来るとそれはビビるよねっていう、うんうん、そういうことな気がするよね、キザル、まあ、戦闘の可能性は高いって感じですね、うん、そうね、戦闘村が止めといてくれればなんとか逃げれる、大丈夫な気がするけどみたいなね、ボンちゃんみたいなことですよね、うん、だからまあまあそうだね、うん、うんうんまあキザル関連ちょっといくとやっぱかっこよかったよね、かっこいいですね、えここ意外じゃなかったマジで、うん、キザルって結構なんか冷酷というかさ、うん、任務を遂行する上では全然なんかこんなこと気にしなそうだったのにさ、うん、ね、ただ友人に対してはそれはちゃんと守るんだっていうね、そうね、相当仲いいんだろうね、うん、ねえ、ということだよね、かっこいいんじゃない、うん、この2人の生い立ちとかさ、いやーありえるね、うん、ね、過去のねその駒があったんで、うん、まあ気になるよね、うん、過去はね、うんうんうん、確かにそこが描かれる可能性はあるね、見たいしね、ちょっとね、うん、なんであんな格好してんのかとかね、戦闘までがまあ確かに確かにね金太郎だもんね、はい、キザルそんな感じですね、うん、でじゃあちょっとエルバフよ、いやこれテンション上がるよね、ねえ、いやこれずっと読んでたらなんかよりやばいよね、うん、なんかもう終わりじゃんぐらいに感じるじゃん、ちょっと
そうだね、最終章の中でもだいぶなんかね後半な感じはするよね、なんか、うん、ウソップの目的は海のそういうやつだけど、うん、はい、エレバフは勘で系は多少してますもんね、うん、してそうだよね、してそうだよね、勇敢なる海の戦士に、ねうん、なるのが一応有名っていう感じですから、ね、それってね、まあ、結構抽象的なんだけど、うん、確かにエルバフのそのドリーブロギーにね、うん、まあ憧れというか、うん、主にはブロギーだけどね、うん、ウソップは、まあ、憧れを抱いていつかエルバフ行くぞってね言ってたから、うん、なのでその辺を考えるとやっぱりなんか勇敢なる海の戦士になるっていうところにね、なんか一つ、ね、あなんかありそうだよね、ありそうですよね、うん、エルバフがやっぱね、だもうウソップは達成して置いていこうみたいになる、達成したやつはみたいな最悪や最悪や、まさかのじゃあここでお別れだになるってこと、お別れだ、同じモチベではいけないだろうかみたいな、最悪や最悪、どうしたワンピースね、え最後の最終章で、ね、ルフィの夢の果てはみんな見てよ、さすがにその後だってそれやるのは行かないでおしまい、エルバフだったらね、うん、エルバフの歌もね歌ってましたもんね、またそうよ、マジで15巻ぶりよ、ね、もうだから90巻ぶりぐらい、90巻ぶり、ね、うん、90巻以上よ、うん、エルバフバフエルバフみんなでかいぞ巨人だしの歌ね、うん、いやちょっとこれはやっぱテンション上がるね、上がるけど行くのかな、そこだよな、だから結局いやだからそこなんだよね、そうそう、だから行けんのかどうかよね、マジで、うん、で多分初めてなんですよね、この3本のログをこう使って、うん、1本だけが安定しててまだ使えるみたいなこと、うん、ただ次の島行ってもそれってまだ使えるんだっていうのがね、そうだね、多分なかったと思うんで、そうそうそう、だからそこがなんかどう繋がってくるかだよね、うん、途中で消えちゃったりするのかな、どうなんだろうとかね、なんかそういう気になるとこはある、うん、でまあエルバフに、まあ、まず行けるのか行けないか問題か、で行けないってなったらでもどうなるんだ、確かにちょっとベガタンク今ねこう暗証、うん、番号解こうとしてるけどちょっとあれ解けないみたいな見たくないけどね、そんなベガパンクうわーキサル来たうわーで終わり、キサルとかは倒せたとしても開けられないっていう最悪や最悪、そのパターンそんな盛り上がらないパターンある、倒せたのにそうそう、まあ確かにでもまあ無事解けるかどうかもね大事ではあるから ね、でも脱出するってなってでもこの戦力ね、いっぱい止めとかなきゃいけないし、つい来ちゃうのね、いっぱいいるよ、だってさセラフィムはもう奪われちゃうわけじゃん、脱出できても、ね、一応今のところ捉えているけど、そうなるともうここで先に合成をぶっ飛ばすんじゃない、うん、サタンセ倒すパターンね、あいつやばいもんな、いややばいもん、発言がマジで大炎上ジジイだもん、これ出したらねえマジでこんなんさ絶対ツイートできないもんね、設定やばいんだね、いろいろまずいからね、まあね、たださイムがねもちろんやばいんだけど、うん、なんかまあその元についてるやつはやっぱやべえんだなっていうのがよりね、うん、これはやばいよな、うんうん、だからそこでもう倒しちゃう、一人倒しちゃう、うん、ってなるとだいぶ大きな戦闘になるから、もう海軍との全面的なねこのバトルにはなりそうだよね、そうなってくるとね、そうね、うん、大バトル、いやさすがに、いやルフィとかねゾロとか無事かもしんないけど、他の面々がもちろんサンジジンベイもあれだけど、うん、他の面々はきついでしょさすがに、うん、だってセラフィム4体いんだよ、強いよね、でかつ海軍もなんかいっぱいんだっけそうだからここで戦うって選択肢は多分ないよね、そう思うと、確かにね、やっぱじゃあ誰か助けに来てくんないと無理な、うん、援軍が来ない、まあ、それなんだよ、まあ、戦うならね、戦うならね、うん、だから麦屋大戦団がさやっぱどこで何を起こすかまだ分かんないからね、はい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 、そうだね、うん、一応今ここでエッグヘッド事件だからね、これがね、そうだよね、そうエッグヘッド事件がそこに関わってくるからね、もでもあの一大事件なのか、新聞みたいなのバーンってばらまかれてるでしょ、もう出てる、いやルフィが立てこもったって、そうだよね、うん、だから世界中の大戦団は多分知ってそうね、でもそんなすぐ日はないのか、うん、まだそうね、そうだね、でも新聞出て1日ぐらいだからね、1日でみんな来れないよね、さすがにね、来れないだろうね1日じゃ、うん、遅れてくんのかねみんな、それが事件になっちゃう、あの遅刻事件、遅刻事件、VR大戦団遅刻事件ルフィたちがいないとこに来てやられて終わる、そうそうそう最悪だよ、そんな事件でなんかあんな前振りしないでよナレーションで、これって結構さポップに描かれてるけど大事件なんですもんね、大事件でしょ、政府の島のだってもう世界的な、要は何民間的なも人気があるわけよベガパンクって、うん、ね、だって世界のいや、いろんな島々を救ってるわけだから、うん、それを人質にとって、うん、
そのエッグヘッド占拠してんだから。どういうことだろうね。もう大悪党よ、世界からしても。これなのかな、事件は。その岩出てね。まあまあまあ、そうね。これがまあ一個そうではあるとは思うけどね。まださらにあるかはちょっとわかんない。そうね。まあもう十分この立てこもり事件になってるから。うん、ことごとく政府の島を占拠してるっていうね、うん、NS ロビーもねめちゃめちゃにしたってなってるし、ルフィのせいで、うん、ね、本当はバスターコールだけど、ね、ルフィのせいになってるし、ここもね政府の島も占拠してるしで、うん、とんでもないことになってるルフィが。だからまあここがまあね、この立てこもり事件って一応事件ってねワードになってるから、まあ、これなんだろうけど、うん、これどこまで広がっていくかだよね。そうだね、うん、でまあ仮にここでじゃあ脱出できたとなったら、うん、もう政府超強いんだよね。セラフィムもパシフィスタも手にしちゃうわけでしょ。一応ベガパンクの元にあったから、うん、まあ五老星以外は命令ができないから、うん、一応ベガパンクのものってなってて、一応ベガパンクはさ、ちゃんと何その辺はわきまえて使えるじゃないですか、うん、兵器として使うっていうか、まああくまでそのボディーガードぐらいの役割で使ってた、うん、とは思うんですけど、ただでもそこはね政府の手に完全に渡るってなったらちょっといよいよ怖いよね。かつ五老星の命令が一回通っちゃうともう上書きできないから、うん、あだから今後の戦いでセラフィムが出てくることになるからね、うん、政府との衝突になった時に、なんだっけ、命令するやつを最初にこう埋め込んで作ってるみたいなことだったっけ、そういうの順序みたいなさ、あの意見順位ね、あそうそうそう、実はベガパンク、そこはもう最初にそれ実は嘘ですみたいな、その五老星とかの言うこと聞かないように最初から作ってたみたいなさ、うん、うわありそうだねリスクあるけどねそれを埋め込んでるのリスクあるけどねっていうちょっとバレないようになんかしてるね、ありそう、なんかこうプログラムじゃないけど分かんないけど、はいはいはい、そういうのさなんか仕込んでて、ベガパンク側がね、うん、実はやっぱりベガパンクが一番こう、はいはい、上の順になってるとか、あそれいいね、はいはい、なぜ私たちの言うこと聞かないみたいになって、でも暗号解けないからずっとまだそこにいるベガパンクは話しちゃったんだけど、暗号は解けたぜよ、その頃にはかっこいいのに解けないからずっとそこにいる、ね、ずっといるいやダサいダサい、それもハッハッ見たかで脱出してて、それかだとしたら私が死んだらもう誰もそれ書き換えられないんですよみたいなさ、なんかあっててベガパンクが最後、はい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 、死ぬのよ、ここやだな自分が死ぬのよ、やだな、もう死んじゃうの、やだなそれ、そういうのもあるかもしれないよね、まあベガパンクがね、うん、何かしらね、まあだから確かにベガパンクが何かしらのそういったことをやってるかどうかは確かに気になるね、うん、ただヨークの手に渡った時に、うん、もうそれは発動できると思うんだよね、下手したら、うん、ステラが一番ですって。でも結局ステラのあれもねできてなかったってことですよね。あ、やっぱステラは命令してないのか、うん、ちょっとまだあれだ、その描かれてなかったりするシーンもあるから何とも言えないけど、うん、ステラが結局一番偉いみたいなだったら、うん、もうそれを発動する場面は多分あったんだよね、うん、うん、だからその五老星見たかになるかどうかはちょっと微妙なラインではあるけどね、うん、ただ五老星に移っても五老星が気絶とかしたら、うん、その下にまた戻ってくるから、ああなるほど、五老星の手に移っても五老星を気絶させてぶっ飛ばせば、うん、一応戻ってはくる、やっぱり五老星ボコボコにするってパターンもありえるか、うん、ねえ、だから SNS 上でボコボコにするっていう作戦もあるよね、うん、でもあのなんかあの発言切り取られてさ、うん、出ちゃってんじゃない、うん、いやー出てるかもしれないもう、ね、SNS 上ではもうボコボコだね、ボコボコで気絶させてそうね意外とメンタル、意外とね意外とメンタル弱くてSNS 炎上に弱くて、うん、で倒して、うん、セラフィムはゲット、そう、うん、作戦しかないなやっぱりSNS ないわ向こう。電電 SNS とかないんだ。うん、ねえ DND SNS みたいな。あとやっぱ一つだけやっぱ気になったのが、うん、はい、ボニーちゃんとサンジさんのこのちょっとフラグは立ってますこれ。ああサンジのね。ねえ。あーなるほど。あいつ嫌な、料理上手くて強いなんてこれ恋してる目ですからね。確かに。この言い方は確かにな。見るとこれは AI 研究家。恋愛研究家でやってました、あなたルフィあなたやってました、ルフィ引いてますからね、ちょっと確かに、君悪いなっつってもんね、あんま言わないですから確かに、君悪いってあんま言わないよね、結構辛辣なこと言ってますよねえ、言ってるよねこれはなんかありそうだな、まあ、ここは、まああくまでその一個だとは思うけどな、この機嫌を治ったよっていうところのセリフの一つだとは思うけど、うん、確かにあえてそこを産地にしてるっていうのが気にはなるよね、気になるね、君悪いですよね、うん、ね君悪い、いやあなたは言わないで別に
まあ、確かにあの大ぐらいっていうね通りのあるぐらいだからそうね、まあ、とにかくね食欲はね、うん、えぐいキャラですから、なんかその辺考えると確かにサンジにクルーとして魅力を感じるっていうのはまあめちゃめちゃあるよね、うん、まあ、そもそもボニーの過去がねそもそもここでねまだ分かってないから、うん、ボニーとクマのね確かにね、うん、だどっかで描かれるのか持ち越されるのか、うん、この後エクエと脱出するしないのあたりで描かれるか、うん、もう完全にもっと後で描かれるかだよね、うん、はい、そんな感じですかね、うん、いやー次気になるね。まだね多分エクエットの中のこの状況が描かれる回ではあると思うから、来週もね楽しみに待ちましょう。はい、でプラスで実写版ですからネットリックス楽しみすぎるマジで。なのでまたその感想動画とかもね上げると思いますんで、うん、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。来週最終話、そして今週ネットリックス楽しんでいきましょう。次も見てください。明日も楽しみ、またね。実写版楽しみだからお願いお願いします。チャンネル登録。